これぞ大軍師の究極陣地。皆さん、こんにちは。今回の動画からウェイバー、諸葛孔明、ロード、エルメロイ2世の解説を行っていきます。ここから先は片付き作品のネタバレが含まれます。それでもよろしければご視聴よろしくお願いします。1、ウェイバー、ベルベット。一気火星に畳みかける！ウェイバーはベルベット家の三代目魔術師です。とはいえ初代の祖母は猿魔術師の愛人としてピロートークついでに初歩魔術を習ったに過ぎず、二代目の母もママの思い出を大事にしよう、程度の覚悟で秘跡を継承したため、本気で魔道の探求に乗り出したのはウェイバーの代が初で、そのため魔術回路の数も魔術刻印の質も、全くお粗末極まりない状態となっています。母親は魔術師社会のヒエラルキーを鬱陶しく思っていた説があり、息子が本格的な死について魔術の強度を受けることに難色を示していましたが、ウェイバーが魔術に傾ける愛子は極めて強く、ついには両親が病没した途端、家財一式を投げ打って入学資金を捻出し、裸一貫で時計塔へと乗り込むに至るのです。結果、その後に待ち受けていた苦労と挫折は、彼を聖杯戦争などという大博打に訴えさせることになるのですが、魔術を実践する素養はないものの、研究者としての観察力、洞察力には際立った才能があります。優秀である、と自負して強がっていますが、魔術師としての力量は平凡です。第四次聖杯戦争の時点では一般人への暗示も失敗してしまうくらいに被災であり、実践方面での実力にはあまり恵まれていません。しかし、研究者としての知識量や洞察、分析の能力は秀でたものがあり、特にテキストの読解や記憶にかけては時計塔でも便利な見習い秘書として扱われていたほどの才能があります。ケイネスの教え子であるため、専門ではないものの錬金術の心得もそれなりにあります。いっそ、魔術はサブカルチャーの一環です。と言い張って、評価として旗揚げしていたならば一世を風靡できたかもしれないとされ、さすがにそれは魔術協会から抹殺されること必定であるため、彼は別の形で持ち前の才を生かすことになります。ランナーで例えるなら、脚力は空騎士ダメなのに、理想の走行フォームを思い描くことはできるようなものなのです。もちろん選手にはなれませんが、コーチとしてはその才覚を遺憾なく発揮できるのです。本格的にゼロを執筆する前の初期設定時では、ビータ、キングオブヘタレ、ゼロの清涼剤と馬鹿にされていたウェイバーでしたが、最終的には主人公かと見間違うほどに成長しました。そりゃ成長するよ。まだ青年だし。アニメ版、ロード、エルメロイ2世の事件簿。で、ウェイバーの魔術刻印のビジュアルが公開されました。刻印の形は、純然たる四角、となっています。ウェイバーの家系には魔術師の歴史がないため、器、だけとなっており、本来ならウェイバーがこれから埋めていく器であるため、彼とその子孫にしか埋められない器なのです。第四次聖杯戦争中、マッケンジー宅に暗示の魔術を使って転がり込んだのは、単にホテルなどに泊まる資金がなかったからです。ですが、エミヤ・キリツグの魔術師は工房を構える者、という固定観念の裏を書く結果となり、聖杯戦争終盤まで所在を隠すことに成功するのです。全くの偶然の結果だったのですが、これをもってキリツグはウェイバーを高く評価しました、わらわら。ちなみにマテリアルのキノコ先生とウロブチ先生の対談によると、ウェイバーは的を信じのリベンジなんだとか、わら。ヘタレ男だって輝ける時があるはず、という二人の祈りの結晶なのです。ここからはウェイバー、ロード、エルメロイ2世、のサーバント版である、諸葛孔明の FGO 解説を行っていきます。2、諸葛孔明。諸葛孔明は中国の三国時代に優れた政治家です。軍人として広く知られており、
弱小国である蜀が長きにわたり大国である魏に対抗できたのも、彼の力によるところが大きいと伝えられています。今回の動画は主にウェイバーの解説なので諸葛孔明の説明はスキル中心となります。諸葛孔明のことについては投稿主が好きな三国志映画のレッドクリフをご覧ください。概要欄にリンクも貼っておきますわらわら。3. クラススキル。陣地作成 A。魔術師として、自らに有利な陣地を作り上げる能力のことです。攻防を上回る一兵八陣を形成することが可能なため A ランクとなっています。道具作成 B。諸葛孔明の力を借り受けることで、連土など伝説に残る様々な武具や道具を作成できます。ただし、孔明も果たし得なかった節だけは再現できないとされています。4. 保有スキル。鑑識眼 A。人間観察をさらに狭くした技術のことです。エルメロイ2世が対象となる人間が将来的にどのような形で有用性を獲得するかの目利きに極めて優れていたため、ランクが高いスキルとなっています。ただし、そのためにはある程度会話や様子を見ることで、その人間の得手不得手などを理解する必要があります。このスキルは先ほど話したように諸葛孔明ではなく、エルメロイ2世に起因する能力となっています。FGO では味方全体のクリティカル威力をアップ&NP を増やします。軍師の中元 A、プラス。軍師系サーバントに与えられるスキルです。状況を把握、分析することにより味方側に正しい助言を与えることができます。ランクが上がれば上がるほどその助言の正しい確率は向上し、A、プラスランクであればあらゆる不測の事態を含めても、100的中すると、これに対抗するには、あらゆる分析を打破するレベルの幸運、あるいはスキルを持つことが求められます。つまり運です。諸葛孔明やばい。FGO では味方全体の防御力をアップ&非ダメージカット状態を付与 &NP を少し増やします。軍師の指揮 A、プラス。こちらも軍師系サーバントに与えられるスキルとなっています。自己を含めた軍としての力を最大限に引き出す能力のことです。A、プラスランクであれば、死を覚悟し命尽きるまで戦うことを決意した士兵に等しい力を持ちます。FGO では味方全体の攻撃力をアップ&余ダメージプラス状態を付与 &NP を少し増やします。5、宝具。これぞ大軍師の究極陣地。帰らずの陣。破ってみせるがいい。帰らずの陣。ランク C の大軍宝具です。とある巧妙な軍師が、自軍の配送が決まった際に仕掛けておいた陣形のことです。巨岩で構成されたその陣は侵入した者たちを迷わせ、死に追いやったとされています。宝具としては、相手のいる場所を強制的に帰らずの陣に変更する大魔術となります。帰らずの陣から脱出しない限り、標的となった者たちには毎ターン、追加ダメージが蓄積していきます。FGO では敵全体のチャージを減らす&中確率でスタン状態を付与&呪い状態を付与&防御力を大ダウンし、水死の表。ランク EX の大軍、自軍、宝具です。諸葛孔明が、敵国の討伐軍を編成した際にまだ若い皇帝に向かって残した上層軍が宝具となったものです。ただしを尽くす心構えを熱烈に綴った軍で、後年においても名文中の名文と称えられました。宝具としての効果は不明なままとなっています。FGO では基本的に使用されません。これぞ大軍師の究極陣地。帰らずの地を破ってみせるだろう。今回の動画は以上になります。これからも型付きのキャラ解説や設定解説を行ってまいりますので他の動画も見てもらえると嬉しいです。また、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。